ジェイソン・ストルテンバーグは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州、並ぶり出身の元男子、プロテニス選手。1996年のウィンブルドンで、男子シングルスのベスト4に入った選手である。自己最高ランキングは、シングルス19位、ダブルス23位。ATP ツアーでシングルス4勝、ダブルス5勝を挙げた。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。 10歳からテニスを始め、1987年にプロ入り。最初はジュニア選手のトーナメントに出場し、1987年、全豪オープンの男子ジュニア部門でシングルスダブルス優勝、1987年ウィンブルドンジュニア、男子ダブルス優勝、1988年、全豪オープンジュニア男子ダブルス優勝を記録した。 ジュニアのダブルスで優勝したパートナーはすべてトットウッドブリッジであった。1988年全豪オープンでは本戦でもステファン・エドベリとの4回戦まで進出している。1989年4月にジャパンオープンで初来日しシングルス準々決勝に進出した。1990年4月末シンガポール大会で マーク・クラッツマンと組んで男子ツアー大会のダブルスに初優勝を果たし、この年にダブルスで年間3勝を記録する。1990年まではウッドブリッジと組んだダブルス選出場も多かったが、やがてウッドブリッジはストルテンバーグと離れ、マーク・ウッドフォードとのコンビでウッディーズと呼ばれるようになった。1993年1月、 全豪オープン全勝戦の NSW オープン男子ダブルスで、ストルテンバーグは同じ年のサンドンストールと組んで優勝したが、これが彼の最後のツアー大会ダブルス優勝になった。1993年6月、ストルテンバーグはイギリスマンチェスター大会の決勝戦で、ウォーリー・マスを破り、シングルス初優勝を果たす。1996年のウィンブルドンで、ストルテンバーグは、 男子シングルスのベスト4進出を果たし、ここで4大大会自己最高成績を出した。1996年のウィンブルドン選手権は、大会第2週に入ってから試合日程が雨で大幅に遅れ、とりわけ準々決勝、準決勝への影響が大きかった。ストルテンバーグは準々決勝で1992年1994年の準優勝者、 ご覧にニセビッチを破った後、準決勝でリカルト・クライ・チェックに5から7、2から6、1から6のストレートで破れた。ウィンブルドン選手権終了後、彼はアトランタ五輪にもオーストラリア代表選手として出場し、シングルス2回戦でデンマーク代表のケネス・カールセンに敗退した。1997年5月のコーラル・スプリングス大会2連覇を最後に、ストルテンバーグは、 男子ツアーの優勝から見放され、それ以後は5度の準優勝で止まった。1998年のシーズンは前半に3大会で準優勝した後、それまで好成績のなかった全仏オープンで自己最高の4回戦進出を記録している。彼は男子テニス国別対抗戦、デビスカップのオーストラリア代表選手としても、 1989年、1993年、1996年、1998年の4度、出場した。デハイ通算成績は9勝5敗で、起用された試合は全てシングルスであった。2001年6月、ウィンブルドン2回戦で、フアン・カルロス・フェレーロに6から7、6から4、3から6、7から6、3から6で敗れた試合を最後に、 ジェイソン・ストルテンバーグは31歳で現役を退いた。ありがとうございます。